楽しんだかい？ああ、じゃあ失せろ。お前みたいなのはお呼びじゃない。何もしてないだろう。落ち着いたらどうか。もちろん何もしてない。クソ野郎、魔法を使いやがった。休め。お前の頭を切って首にクソ捨てやる。一角でミッチャーなんて見かけ倒し。手を緩めるな。楽しいひとときをありがとう。I'm dead. Es das es ein Lebenplan. Ah!
け、ゴーチ。グロワ・エン・アード・フィニここは軍の基地だ。隊長の許可なく民間人が立ち入ることは禁じられてる。民間人に見えるか？厄介な奴には見える。逆だ。厄介事を片付けに来たウィッチャーだ。ウィッチャーだと？ピーターザール・グインリーブ隊長は塔にいる。門から入って右へ進め。黒の軍団は思ったほど悪い奴らじゃない。中には親切な奴もいる。慣れ慣れしくするな、北方人め。さっさと行け。さあ。コータイス・グルフィアン・エサラーマ。エプソル。村の収穫のうちいくらかを徴収したい。村が提供できる穀物の量は？おっしゃるだけ閣下。私の手を見ろ。見ろ、タコがあるだろう。閣下の手じゃない、農民の手だ。農民同士腹を割って話してる。どれだけ出せるんだ？40タル分あります。もっとあったんですが、テメリアの連中が先に来て持っていっちまって。30出せ。それで十分だ。これで決定だ。それとすぐに運び込んでもらうぞ。ありがとうございます。本当に。呼んだのは村長と鍛冶職人のウィリスだけのはずだぞ。ドワーフの鍛冶職人にしては背が高すぎるな。察しがいいな。リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。バッド限界。それで足音がしなかったのか。ここに何の用だ？ベンガーバーグのイェネファーを探してる。どこへ行った？それは軍事機密だ。俺を追い出そうとしたり衛兵を呼んだりしようとしないのは何か理由があるんだろう。この周辺にグリフィンが出没している。そいつを倒してくれたら考えてもいい。なぜそこまでグリフィンのことを？人々の安全のためだ。すでに10人が殺された。我が軍の兵も含めてな。奴を退治するにはこの守備隊の全兵力を当てねばならん。だがそんなことはできん。手に負えないのか？ああ、危険すぎる。戦力を分散することはできん。テメリア軍は壊滅させたが、残っているテメリア人がいつ放棄してもおかしくない。グリフィンに関しては放っておくか。専門家を雇うしかない。契約成立だ。だがまず教えてくれ、グリフィンの巣はどこにある？最初はバルパインの森を縄張りにしていた。5人を偵察隊として送り込んだが、2日後にカリウドに発見された時は我が軍の鎧でしか判別できない状態だった。それからのグリフィンは恐れ知らずだ。村や畑、街道で人を襲うようになった。巣を捨てたということか。罠を仕掛ける必要がありそうだ。その言い方だと簡単ではなさそうだな。必要なものはあるか？特殊な薬草でおびき寄せる。黒梅もどきだ。十里先のグリフィンも誘い出せる。黒梅もどき、知らないな。共通言語はまだ堪能とは言えなくてな。まあ基本は覚えたろう。手を挙げろとか殺せとか。いや、最初は慣用句からだ。火遊びは身を滅ぼすとかな。薬草医のトミラのところへ行け。十字路のそばに住んでいる。力を貸してくれるだろう。そのグリフィンについてもっと情報が欲しい。オスかメスか、巣を捨てた理由もな。目撃者を連れてくるか？彼らからは俺の知らないことは聞き出せない。兵士たちが死んでいた場所を調べたい。死体を見つけた狩人の名は？ミスラフだ。
村の南の森のすぐそばの小屋に住んでる。頼りになる男だ。少し変わり者だ。トミラとミスラフか。どうも。エッスーンドギャクテ。